はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今週もハーベストタイムにチャンネルを合わせてくださりありがとうございます。今週は第37回聖地旅行特集の24回目カイザリアの前半をお送りします。なんとなんと24回目、はい、ね。今までずっと放送してきまして、まあ、最後 何回目までいくか分かりませんけども、前半の15番組だけでも早く見たいというご要望をいただきまして、 DVD3 枚組にしてこういう商品にしました。ご案内ください、はいはい、DVD 聖地からのメッセージ2には第37回聖地旅行特集の1回目から15回目までの15番組が収められています。 DVD3 枚組15番組入りで3600円、送料が300円です。購入を希望される方はハーベストタイムまでご連絡ください。はい、それではね、今日カイザリアという町ですけども、どこにあるのかこの地図で確認してみましょう。大きな範囲でちょっともう一度確認しますとね、南のここにあるのがこれ死海ですね。で、死海のほとりからヨルダン川沿いを北上しましてガリラヤ湖ですね。で、ガリラヤ湖を出まして、これがナザレですよ。イエス様育った町のナザレ、ここが前回皆さんご案内しましたメギドですね。今日はね、このメギドを終わってまずお昼ご飯を食べるんですけども、ここまで戻ります。一回こうやって戻って、そして今日行くところはですね、ここなんです。カイザリアっていうのはこの港町です。ここまでまたこうやって戻ります。で、ここのカイザリアという町は本当に素敵な町でね、はい、私もねここ大好きで行くのが楽しみなんですね、はい、ではこの映像をご覧ください。聖地旅行をしてますとね、やっぱ疲れますからね、お昼ご飯がホッとして、美味しいものがいただけるというんで、また元気を回復して午後からというパターンですね。で、ここはね少し逆戻りした、まあ距離的には10分ぐらい逆に戻ったんですけども、皆さんをぜひここに案内したいと思ったんですね。で、これはね、中村さん、イスラエルで唯一豚のお肉を出すユダヤ人のお店です。これはね、キブツが経営しているレストランなんですよね。で、この日はねチキンとか豚肉とかね、何種類かのものが出ましたね。このキブツはね、もちろん宗教的なユダヤ人が経営しているキブツじゃないわけです。いわゆる非宗教的なね、世俗的なユダヤ人が経営しているキブツですね。最高裁判所はね、イスラエルの地の上で豚を飼ってはいけないっていう判決を出したんです。そしたら彼らはね、その判決に従いますって言って、今度は床を作りましてね、その床の上で豚を飼い出したんです。で、地の上では飼ってませんって、いかにもねユダヤ人らしいエピソードのあるレストランですけどね、とても美味しいですね。で、これが終わりましてから元来た道を戻りつつ地中海に行きます。この煙突が3本見えてるでしょ、これがねカイザリアが近いっていう印なんですね。これはね火力発電所ですね。これが見えてすぐに浜に着くとカイザリアの遺跡ですね。ここは2000年前にイエスを、幼子イエスを殺害しようとしたヘロデ大王という王様いますね、彼が建設した町なんです。全くほとんど何もないところにこれだけのものを作ったすごい人ですね。どういう場所か、まずこの円形劇場をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、それじゃあカイザリア見ましょう。ここはねヘロデ大王、ヘロデ大王というのはイエスを、幼子イエスを殺そうとした王様ですね。ヘロデ大王がここを建てたんです。で、この間も言ったと思いますけど、この地中海海岸沿いっていうのはいい港がないんです。それでここを建設して、この町を建設して、これを皇帝カイザルね、カイザルって皇帝ということです。アウグストに捧げたんです。だからここをカイザリアって言うんです。そういう意味です。で、ここはですね、イエス・キリストを十字架につける裁判をした人、何て言いますか、ポンテオ・ピラト、これがユダヤ総督、つまりヘロデ大王が死んで後ユダヤという地区がローマの属州になるんです。同盟国じゃなくなるわけ。だからローマ総督が来て、ローマのユダヤ総督が来て、ここに
駐屯するわけ。だからポンティオ・ピラトは普段はここにいるんです。ピラトの宮殿跡っていうのありますから、そこに行きましょう後でね。じゃあなぜ杉越の祭りの時にピラトがエルサレムにいるのか。それは祭りの時にユダヤ人の暴動がよく起こったんです。ですから祭りで人が集まる時にはピラトはユダヤ総督はエルサレムに登って、そこで祭りの期間大きな事件が起こらないように監視をしてるんです。その時にイエスの裁判が起こったんです。不思議な巡り合わせですね。ポンティオ・ピラトはローマのどの皇帝よりも世界中に名が知られる人物になりました。イエスを裁いたことによってね。ここがローマの総督が滞在する居住する首都になったということですね。それからもう一つここで有名なのは導水橋というね、カルメル山の方からずっと水を引いてくる橋を作りました。何回も言ってるように住むためにはね、水がいるでしょ。で、水の供給できる量がその町の人口を決めるんです。おそらく聖書時代のこのカイザリアっていうのはね、数万人規模の町ですよ。ということはそれぐらいの水はどこから持ってくるかっていうと、カルメル山から導水橋を使って持ってくるわけ。これはね、自然の勾配です。ですからローマ時代の土木技術というのがいかに優れているかがわかります。ある時言ったと思いますが、ローマ兵たちは普段は土木工事をしているんです。ですからこれもローマ兵たちが作ったものですね。第6軍団と第10軍団がこれを作りました。で、新約聖書の世界に行くと、ここは伝道者ピリポのふるさとです。またパウロがパルソへ行く途中でここに立ち寄っています。で、私たち異邦人クリスチャンにとって一番の注目すべき点は、百人隊長のコルネリオとその家族が改心して最初の異邦人信者となったのがここです。あといろいろ説明書いてありますから、これをまた皆さん時間のある時に見てください。じゃあカイザリアがどういうふうになってたかを見せましょう。今こちらのですね、見えましたか。これは今こちらの人見せますからね、待っててくださいね。今からやってると首が痛くなります。航空写真です。今上から撮るとこんな状態です。で、カイザリアの発掘ではほとんど海底の発掘です。で、これで分かったことは、ピラトはどうやってこの港を作ったかというと、コンクリートね、枠を作ってそこにコンクリートを流し込んで、だから当時からもうコンクリートのようなものがあるわけです。ここは石灰石の多い地でしょ。それを固めたやつをね、沖に持って行って、それをどんどんどんと埋めたんです。それで土台にしたんです。だからじゃあ今絵で見せますよ。こういう風になります。見て、コンクリートの枠を作って、それを海の中に埋めて、そして入り江を作ったんです。それがどこかというと、はい、これです。しかも入り口がこちらです。ということは北西の方です。これが一番風が少なくて入ってこれるんです。こっから中に入ります。こうやって船が入りますね。そしてここが船員が泊まる宿舎になってます。ここが一番中心ですが、ここにヘロデ大王はエルサレムの神殿と同じ大きさの神殿を作ってます。これは偶像のための神殿です。だから彼はエルサレムの神殿を建てたけど、決して宗教心があったわけじゃないというのは分かりますね。これでね、政治的な理由でユダヤ人をなだめるためにエルサレムの神殿を建ててるわけです。それからここを見ると、これが宮殿なんです。ここが宮殿です。私たちが今いるのはここです。円形劇場です。それからこれがベンハーなんかで戦車が走ってる映像覚えてる？それがこれです。これが出てきてます。
後でここにも行きましょう。こんな風になってます。この港の中ですけども、こんな風になります。これが入り江に入った状態です。波が静かでしょ。でね、感動しますね。これだけの街づくりを2000年前にね、ピラトがやったっていうのはね、実に感動的なことですね。じゃあ少しずつ歩きながら、このカイザリアの説をね、体で足で覚えたいと思いますね。でもその前に、使徒行伝の12章、使徒行伝の12章でヘロデ大王の孫にあたるヘロデ・アグリッパっていうのがここに来てるんです。この人はね、ヤコブを殺した人です。ヨハネの兄弟のヤコブを殺した人です。それからペテロも殺そうとしたけど、ペテロは逃れたよね。その後で彼はここに来てるんです。そこ読んでみます。12章の20節から。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたから、定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。どこでやったかというと、ここです。ここが貴賓席です。ちょっと近藤さん、あそこ行ってくれませんか。あなたヘロデです。ヘロデアグリッパね、いいですか。でここでね、ヘロデは王服をつけてます。ほら、服を見てください。紫に輝いてるでしょ。で皆の方に向かって演説を始めます。じゃあ演説してる格好をしてください。向こう向いて。そして私たちは神の声だ、人間の声ではないと言ってください。はい、言ってください。神の声だ、神の声だ、人間の声ではない。で演説してください。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからです。彼は虫に噛まれて息が絶えた。はい、虫に噛まれて息絶えてください。はい、何ですかそれ。虫に噛まれて死んでください、ね、ここで起こったんです、その出来事が、ね、ここです、場所は。でこれは早く洗礼受けんと近藤さんもそうなるよという神様の警告ですね。 OK、 ありがとう。いいですか。それではね、今からこれ降りて向こうへ行って海沿いに歩きますから。 OK、 はい、じゃあ行きましょう。カイザリア懐かしいです、ね、私もあの円形劇場の、ね、客席に座って、うん、こう真っ青な地中海を、ね、うん、眺めた時のことを思い出しましたけども、うん、全体の感じはこの映像を今見せていただいた方がよく分かりました。こっちから見た方がね、うん、そんな感じだね、はい、そしてね、あの響きがいいから、あそこでこう歌ってね、どういう風に響くかって試してみたくなるんだよね、まあ、近藤さんね、まあ、僕の友達よ、もう今ね、はい、彼はあの愛すべき人でね、みんなから愛されてね、はい、この旅行の時にはまだクリスチャンじゃなかったんですけどね、この間の去年のね11月の旅行で、はい、ごめんなさい、年末年始の旅行だね、はい、そこで彼は洗礼を受けてね、はい、そして自分の信仰を告白してね、今クリスチャンとして共に歩んでるんですね、されてますね、本当に嬉しいですね、はい、ああ11月の旅行ですね、あれね、あ、僕の記憶がもうね、11月ですね、間違えましたね、はい、11月の旅行で、はい、あの洗礼を受けて、そして今は共に歩んでおりますね、はい、さあ後半ですけれどもね、後半は今度は実際にカイザリアの街の中を歩いて足であの覚えるということをやっておりますね。素敵な映像が出てまいりまして、これもご覧ください。円形劇場
終わってですね、今度はいよいよ町のサイズを確かめに行きますね。あの皆さんね、この円形劇場の素晴らしさにこう感動してるわけですね。そして今度あの町の広がりを見た時にまた一斉にね感動の声が上がるんですね。で2000年前にこれが出来上がってるっていうこと自体がね、驚くべきことですね。で実際に町のサイズを見るとまず驚かない方いないですね。手前に見えてるのがさっきの馬を走らせる競技場ですね。そこから町並みの方に向かって歩いてまいります。では続きをご覧ください。どうですか、これがヘロデが作ったカイザリアです。しかも船着き場は、船着き場はあそこの桟橋出てるでしょ、あの向こうですから、だから半分しか見てない。じゃあこれ見てください。今私たちはここから出てきたんです。ようやくここに立ったばかりです。これは出てるでしょ、それがこれです。これがここに出てます。わかりますか、これがあれです。ですから今この辺まで見てるわけです。私こっからこちらまで行きますから、これをね土木工事して作ってるんです。人工的、すごいことですね。そしてね、ここでバスの方に帰ってもいいんだけど、こういうところで大事なのはね、足で歩くことですよ。そうするとね、カイザリアのサイズをね足が覚えるんです。これがね体験的に知るっていうことです。ですからゆっくり歩いていきましょう、ここをね。そしてあのエンジョイしましょう。皆さんね、カイザリアに来て僕雨に降られたこと何回もある、もう寒くてしょうがないこと何回もある。今日はパーフェクトです、この天候は。なんかこのグループは特になんか愛されてるね、そんな感じがするね。殿様がいるだけじゃないと思うんだよね、理由はね。はい、それじゃ行きましょう。これはね、あのここの発掘で出てきたあの記念碑です。でこれラテン語なんですが、なんて書いてあるかっていうと、ユダヤ総督ポンテオピラトがテベリウスのためにこれを献上しますという、まあ、建物を建てた時の献上句ですよ。でポンテオピラトの名前こう消えてるけどね、ここからねポンティウスピラトゥスになってる。これラテン語です。これちょっとわかる？ポンティウス、ここから P、ピラ、P あるでしょ？ピラトゥスになってる。ポンテオピラト。でね、ポンテオピラトが歴史的にいたのかどうかっていうのは論争になってた時期があるんです。ここにいたのかどうか。これが出てきてから誰も言わなくなりました。あの司会者音とよく似てますね。だからポンテオピラトという人がここに実際にローマ総督としていたってことはこれで証明されました。こんな大事なもんこう置いてていいの？持っていく人いたらどうすんのこれ？ねえ、置いとくわけないやないの。コンコンコンって言ってるでしょ。本物はちゃんと博物館入れてますよ、ね、そのレプリカです、ね、でもこういうのが出てきたってのはすごいことですね。私たちがいるこの辺りがねピラト宮殿跡ですよね、やっぱりこういうところに住んでて、でもね嫌だったでしょうね、ユダヤ総督っていうのは。もうユダヤ人ほどやりにくい民族いないからね。でエルサレムに登る、そこでねイエスの十字架裁判でしょ、無罪だって分かってんですよ。だけどもし有罪にしなかったらお前はカイザルの友じゃないぞって、これ脅迫されるわけ。しかもピラトのね、パトロンがローマにいて政治的な紛争に巻き込まれてたんです。ちょうどだからピラトはここで危なかったらチョンです、これ政治生命が。だから自分を守るためにイエスを十字架につけることを了承する。手を洗ったよね、俺は知らんぞって言って手を洗ってもダメだ、まあ、そういう立ち回りをしたのがピラトですね。まあここへ来るとね、ヘロデ大王とポンテオピラトのことを思わずにはおれませんね。あの使徒信条という中にポンテオピラトのもとに苦しみを受けっていう言葉が入るんです。なぜポンテオピラトという名が出てくるんですかという質問をね時々受けることがあります。あれはですね、神の子が人類の歴史の中に介入された、
それがポンティオピラトがユダヤ総督をしていた時のことであるという、こういう時代性、神が歴史に介入されたということを表現する、そのためにね、あの言葉を入れてあるわけですね。そしていよいよこれは、円形競技場ですね。ご覧ください。ここですよ。これが見える、これが戦車競技場ですね。東京です。ここがここはね、メンハなんかで分かるように、あの戦車を走らせて戦車競技をした、それだけじゃなくて、あの野獣をここに放って人と戦わせたり、そういうことをした場所です。恐ろしい場所ですね。で、皆さんが座ってるところが当時の座席ですよ。でからあそこもずっと座席になってるでしょ、ずっとね、わかりますか。でこちら側がね、消えてるんです。これなくなってるでしょ。これはね、津波で流されたんです。で英語でね、津波って言葉はもう昔からね英語になってます。この間の 大津波がありましたね、あの遥か前からなってます。で、あのポンペイに行ったことある人いる、はい、ポンペイはなんであんななったの、ベスビオ火山の噴火で、あの時にすごい津波が起こってるんです。それがここへ来てるんです。そしてこれが、この町がね、半分ぐらいね壊されてるんです。だからこれは洗い流されてなくなってます。しかし皆さんに覚えてほしいのはこのサイズですよ。ここをダーッとね、戦車が走ったんですね。うわ、随分あの2頭の馬が遠くまで行ってくれましたね。じゃあ今から皆さんどっちが勝つかですね、この馬が勝つと思う人を手を挙げてください。この馬が勝つと思う人、はいはいはい、老馬が勝つと思う人手を挙げてください。小馬が勝つと思う人、はい、じゃあやってもらいましょう。よし、行くよ、いい、行くよ、はい、1、2、はい。先生ありがとうございました。大活躍ですね。三歳馬が勝ちました。小馬が負けました。ありがとう、いい走りでした。はい、やっぱり洗礼を受けると違うね。でもね、いい経験でしょ。ここカイザリアを走った人ってそういないよ。うん、さあ、それでは行きましょう。いやいやいや、うん、楽しそうですね。2人の走りによって距離感がよく分かりました。そうね、はい、まあね、皆さんあってね、協力してくださるんでね、笑いあり涙ありね、はい、いろんなことのある楽しい旅行がついてますね、はい、あの旧約聖書の御箇所6章8節、こういう言葉があります。主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。まあ、あのここ行きますとね、ヘロデ大王 の建築技術の素晴らしさね、まあ、今ヘロデ大王っていうのは建築家としての再評価が始まってましてね、世界的に非常に名前が上がってきてるんです。でもヘロデが好きだっていう人一人もいない。もうヘロデは変質教的なね、あの自分の家族、愛する妻でさえも殺してしまうような人でしたね。ですからこれほど大きな建物を残したんだけれども、でも彼の名前を慕う人は一人もいないっていうような人生を送った人ですよ。またね、もう一人有名な人がポンティオピラトですよ。ピラトもおそらくイエス・キリストを十字架につけなかったら歴史に名を残すことはなかったほどの小物の政治家ですよ、いわば。でもその彼がイエス・キリストを十字架につけることを良しとしたがゆえに世界中に知られるようになったんです。ある意味ではローマ皇帝以上に彼の名前が鳴り響いています。しかしポンティオ・ピラトの生き方を私は尊敬しますという人なんか一人もいない。それは正義を曲げて
イエスを十字架につける決断を下したからですね。だからカイザリアが持っているメッセージというのは何なのか、まあ、そのことを考えますね。明治時代の日本のクリスチャンのリーダー、この国のリーダーの一人に内村勘蔵という方がいましたね。彼がある時にね、講演会をしてますね。あるいはある集まりでメッセージをしているわけですけど、それが後世の最大遺物というタイトルで、短いメッセージですけども小冊子になって、多くの人に今でも愛され読まれていますね。その中で内村勘蔵はこういうことを言ってるんですね。まあ、結論だけ言えば、人は後の時代に何を残せるのか、お金だろうか、事業だろうか、あるいは思想だろうか、もちろんそういうものも残せるけれども、後世に残せる最大の遺産、遺物というものは素晴らしい自分自身の人生である。誠実に愛を持って歩んだ人生こそ次の世代への最大の贈り物だと語ってるんですね。おそらくそれはこの御箇所の6章8節から出てきた考え方でもあるんでしょう。主はあなたに何を求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。これからも私たちを作ってくださった父なる神の前に誠実に歩もうであります。また来週この番組でお目にかかりましょう。それまでごきげんよう。